はい、こんにちは、アイアンサイト。今日はね、今日もか、チームデスマッチプレイしていくんですけども、今回は、1日のね、M4 を買ったんで、いきなりやられた M4 使ってプレイしていきます。うーわ、マジか。すごい。いい戦術。爆弾にやられてしまった。さあ、奥？おっと、奥から撃ってきている。さあ、後ろ？びっくりした。うわ、相打ちだね。さあ、今 M4 ね、なんか数値見たんだけど、おお、びっくりした。なんかね、MP7 とそんなに威力変わんないんだよな。サブマシンガンとアサルトライフルは確か数値上2ぐらいしか違いがなくて、なんかぶっちゃけこれだったらサブマシンガンでもいいなっていう感じはしてくるよね。さあ、上乗っていく。中身覗いて、誰もいない。お、ちょっと待って、いるし。動いてないしね、この子ね。頭も一発じゃないよね、さすがに。ちょっとマップ全然わかんないんで、ぐるぐる回ってます。どこに行きゃいいのか。なんとなく左上のミニマップで赤い点が多い方に。おっと、やばい。やばいやばい。精度もなぁ。ちょっとね、新しいこういうさ、FPS やった時に困るのがこのね、リコイル制御が大変なんですよ。うわ、いててててタップ打ちした方がいいのか、フル音で制御した方がいいのか。だからまあ、左右上下にね、ばらけるともう制御できないんだよな。タップ打ちの方がいいんだよね、そういう時は。さあ、裏から回って、いる。覗く必要がない。この距離だったら全然普通に打った方が当たりますね。まあ、それでもね、全然当たるんだよね。もうなんかほんと遠距離の時だけが。あ、今ちょっとばらけたな。さあ、また同じ道選ぶのもあれだから、ちょっと真ん中入っていこうかな。真ん中入って、赤点が奥側にあるんで、そっちを目指して進んでいく。左。おっと、ちょっと撃たれた。さあ、ボム投げてジャンプして出てくるの待つが、来ないんで、もう一回後ろから。おっと、どこだ。全然違う方向から撃たれている。なんだ、方向。結構裏の方来ちゃったかな。お、敵が。あ、いるね。はい。いて。後ろ。おっと。UAV ジャーマー。お、なんだ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 、よくわかんない。さあ、ど真ん中突きって。まあなんか、邪魔食らってて敵がどこにいるかわかんない。適当に進んでいく。おっと、近いかな。おー、目の前にいるやんけ。あ、いた。やばいやばいやばい。さあ、味方と挟んでいく。あ、奥にいるね。奥にいますね。うわー、右にもいた。なんだ？さあ、これで、ドローンを呼んで、サポートしてもらうが、なんか、いまいち効果かな？よく、あれで、今のでね、俺のドローン。一緒に撃ってくれる、仲良しドローンかな？おー、撃ってくれた。今撃ってくれたね。あ、いいね。ただ俺の方が早すぎて、ドローンが俺についてこれていない。さあ、一人やって、奥のも一人やっていく。さらに奥。やばい。さあ、俺のドローン頑張れ。頑張ってもらおうか。まあいいや。さあ、後ろ。ダメか。で、ちょっと、飛行機使えるんで、適当に赤点がありそうなところに爆弾を落としていく。
さあ、ポット後ろ？こっちかな？はい、逆でした。バッテンマーク、あ、そっちかな、こっちだね。あ、でも、お？なに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 、なんか上から降ってきたんだけど。あの中ね、中入っ、近距離で。さっと顔出して撃っていく。もう危ない。撃ち漏らすとこだった。さあ、どこ行こうかな。右かな？右の方に赤点が多いかな。さらに、やられましたマーク。後ろから撃っていく。入って右のところ、いる。さあ、覗いて。うわ、いっぱいいる。ちょっと待って、挟まれてる。くっそ。どうしようね。きついっすね。ちょっとこのね、なんかあの、揺れるんだよね。この走ってる時に。これ、ちょっときついんだよな。あまりなんかあの、走る機能がない FPS には、この画面の揺れがあまりないんでね、疲れる。あ、いた。あー、見られてんで、逃げておく。そう、コールオブデューティーとかの、シフトキーで走る系の FPS って揺れるんだよな。さあ、敵がいない。どうしたらいい？おっと、味方だ。さあ、残り6キル。俺がしていきたい。うわ、なかなか。ああ、手前のやつやった？階段登って、グレを。掘り込んでいく。さあ、右から入っていくわ。敵がいない。あ、これ、何これ。あ、これいいじゃん。さあ、来ました。敵の位置が丸分かりです。これ、中でも中に入ってるからな。全然意味ないんだけど。これ、中に入られたら。これ、どうすんだよ、本当に、これ。全く意味ないんだけど。おーし、一人倒した。なんとか1キル。あ、終わっちゃったよ。全然、普通に歩兵でやってた方が早かったかもしれない。お、でも1位取りましたね。はい。そんな感じです。お。ハイライトシーンは、倒す瞬間はスローなので。はい。そんな感じで M4 を使ってチームデスマッチプレイしてきました。